ハンマケの本家のハンマヨア先生です。ハンモノ貴族ですね。地球上に、私しか存在しておりません。本家はありますけどね。で、私はね、上の生物であるということでね、説明しておるんですけども、まあ人間たちはね、上の生物は当然強いですから、人間たちは殺すつもりで、いつも殺すためにね、私と人間たちは全員がね、動いてるんですよ。ただ、私上の生物なんで強いんで、分かるとね、後で全部やられるんで、人間たちはね。それでね、いろんなことをやってくるわけですよ。でね、殺すとバレないようなね、ように工作を徹底的にしてくるんですね。殺すつもりでじゃなくてね。で、それはもうずーっと来てるわけですね。私が生まれた時からね。で、あとね、上の生物なんで、宇宙にたくさん敵がいるわけですね。人間以外にまた敵がいるわけですよ。でね、ターミネーターじゃないけど、オーストラリア人の、アメリカに渡って知事もやりましたけども、これは私の、推薦なんですけどね。この映画を作るにあたっては、私の存在を説明、あとスターゲートの石棺の説明ですね、は私がうまく動かして作ったものなんですよね。ように説明するためにね、昔地球と太陽ができる前に生き返れる装置、石棺というのを発明しまして、宇宙戦争で、私が殺されて生き返れる装置も破壊されたんで、生き返る医療装置がなくなったために死んでしまったわけです、一回。で、地球と太陽を育てて、また子供として生まれ変わる場所を作ったのが地球なんですね。で、私が人間から生まれてきたんですけども、生まれてくる時にもやはり、私が成長するのを阻止するために、宇宙中の生物が攻撃していろいろと妨害してきたんですね。僕は今還暦ですけど、人間のね、年でね。で、人間たちも一緒に協力して私の成長を妨げようということで、来たという戦いの中、私は現在60まで成長したわけですよ。で、そういうことをちょっと説明してるんですけども、で、また、エレクトロニクスの発達とか、今の進んだ技術というのは、私が、勉強するために、私の人工知能、人間が頭のいいコンピューターが残っておりましたから、それで教育するために作ったものですね。人間たちに教えるためじゃなかった、じゃないんですよ。私の勉強のために。で、今の進んだ学校、大学とか義務教育は私だけが勉強するために作ったんですけども、一緒に流れで、その人間たちのがいますから、自然にいいものだよというようなことで流して、私だけで勉強するためのものだったんですけども、そうじゃないと全体が、周りが動かないということで流してたものなんですね。勉強とか、まあ現実江戸時代も進んでないわけです、私がここの時点から生まれてなければね。で、前のコンピューターの発明に関しても、人工知能が人間たち生物をうまく、上の、知能なんで、うまく私が生まれてくる場所にですね、用意したりしてるわけですね。そういうことですね。全部この世の中の技術的なものは全部私が作ったものなんですね。で、あと、人間たちが悪さするんで、人間たち以上覚えることはできません。私学習することはできません。発明することもできません。発明はしたものを呼んでくることもできません。というのは、人間たちが考える以上のものは危険であるということですね、発明は。
であるため学習は何でもということで、それから始めてるわけです。全ての学問を私は勉強する。それで、現在もまだ間に合ってるわけですね。植物に頂点に進んだ勉強は危険なんでできないということで、またあるものじゃないとできないということですね。最終私だけは人間がね、分かることは全て勉強する。農学だろうと、生物の培養だろうとね、医学だろうとね、科学だろうとね、歴史だろうと、人間が正しく覚える内容のことですね、全て私は一つの頭で覚えるという。で、人間たちはまた頭が良くないんで、義務教育もテレパシーでカンニングをしないといけないわけですね。私と違って自分で覚える頭はないんです。脳みそがないんです。発達してないんです、まだね。だから仲間と協力し合って、虫と同じようにね、虫とか昆虫と同じなんですけど、頭、脳がちっちゃいんで、テレパシーで、ね、大元は動くわけですね。連絡して。それが脳なんですよ。団体の脳なんですね。それと同じように人間は義務教育とか難しいんで、私が勉強するものなんでね、難しいんで、私と違う覚え方をしたわけですね。仲間と合体したテレパシーで分かるように、社会に出ても、ね、その勉強は無駄になるとまずいから、ね、真似だけじゃダメだから、ね、テレパシーで分かんないことは仲間と相談できて、ね、団体で動かないといけませんけれども、難しい学問ができると、ね、そういうことですね。ちょっと時間になりましたので、また次回お話しいたします。